石丸幸子さんのオーディションはもう稽古でした。あるのバカって言ってみんなで、そうだったみんなでやりました、はい、呼んでくださいよ。その手を合わせ、オフィシャルカメラは、はい、本日はお忙しい中ありがとうございます。エドワード・エルリック役を務めます石木洋平でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、同じくエドワード・エルリック役を務めさせていただきます広野亮太です。よろしくお願いします。はい、アルフォンス・エルリック役の真島修斗です。よろしくお願いします。ウィンディ・ロックベル役の岡部凛です。よろしくお願いします。はい、ロイ・マスタングを演じます青木仁です。よろしくお願いします。同じくロイ・マスタングを演じます和田拓磨です。よろしくお願いします。それでオーディションは、オーディションっていうかもう稽古だったよね。稽古でした、ね、稽古でした石丸幸子さんのオーディションはもう稽古でした。だからもうこのシーンをこのメンバーで作るぞっていう、もう着替えでずっとやってたので、の途中で誰がエドをやるか誰がアルを掴むかっていうことがなんかちょっとどうでもよくなったりするんですよ、はいはいはい、一旦脇に置いてでみんなでこのシーンを作ろうってことにもう注力することになるから、うん、それこそ岡部凛ちゃんが演じられるウィンディなんかもみんなで回して、あるのバカって言ってみんなで、そうだった、みんなでやりました、はい、みんなでね、呼んでくださいよ、みんなで回したのよ、みんなで回して作ったのさ。でっていうようなオーディションがあったので、なんかこうピリピリしたものとかは実はなくて、すごく健全に俳優たちがなんか戦って、だからなんか今2人でエドを、はい、やらせていただきますけれども、なんかあそこのオーディションにいたみんなのエドも結構乗っかってる気がすごくしてるんですね、うん、だからその人たちの分も背負ってやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。暗闇の中痛みに耐える日も、君がいるからくじけずに笑えた、奇跡の響きに負けない旅誓って、ああその手を伸ばせ、いびつな欲望醜い支配ぶち壊し進め、ああその手を合わせ、愛しさもたぎる怒りも力に変えろ、この約束は鋼の絆。